バスター、やっぱりあんたにはかなわない。また鍛え直してやるさ。こうしてビリーは空賊を退治して大事なステージ衣装を取り戻したのであった。フゥービューティフル。ミーは自分のかっこよさが憎いぜ。また来たか、名ダンサーのミーのファンたちが。ビリー君、ぜひうちの部屋に来てください。未来の横綱は君のものっす。なんでこうなるっすか。みんな、今回はわしが空賊を倒したが、いつまでもわしに頼っていてはいかん。今日から特訓じゃ。まずは基地内100万周ランニング。バカ者、 E とか B とか C ではない。わしが先頭じゃ。行くぞ。あった。年寄りの冷や水が呼び水となったか。なんちゃって。長かったわ、ほんと。空賊を倒して借金を取り返し、こうしてやっと自分の店が持てたんだもん。でも、なんなのよ、あんたたち。今日はジョディのおごりだ。飲め飲め。イエーイ。大スターの身は当然ただね。なんですって。誰がただだって。金払え、バカ野郎。お父様、カオルは空賊団を殲滅させました。これからも正義のために悪党どもを一匹残らず処刑することを誓います。さあ、皆さんも正義のために一層精進するのです。そのためにまず桜井家家訓第一条、一つ、悪人に手加減なし、復讐。悪人に手加減なし。お兄様、クレア、お前のために命がけで戦ったぞ。お兄様、こちらでお友達になったシロウさんよ。私の一番大切な人なの。な、何ね、シロウさん。私の苦労は。ああ、よくやったな、リリー。うわ、誤解するなよ。お前なんてまだまだ半人前なんだからな。お兄ちゃん、ありがとう。これ、リリーのプレゼント。大好き。ここは平和な世界。ここに突如現れた悪の軍団がいた。それが空賊団である。世界最大の悪の軍団の前に警察も軍隊も歯が立たない。しかし、悪の力に敢然と立ち向かう人々がいた。それが国際特殊飛行部隊、レインボーウィングスである。リリーさん、バカじゃーい。ロボット、バカじゃーい。やっとわかりました。ですか、ロボットこそ一番優秀だということを。これからは私を称え、崇め、尊敬するです。なはははは。なに寝ぼけてんだこいつ。空賊を倒してから天狗になりやがって。しっかり仕事しろ。なははは、ロボット万歳です。さらば宇宙刑事シルバーナ。ありがとう、宇宙の英雄シルバーナ。
さらば。ど田舎惑星の諸君、あの程度で大騒ぎしてお土産までくれるとは、役得役得。シルバーナッジュさん、課長。このおバカ者、貴様の行動は全て筒抜けだ。宇宙警察は未開の惑星に介入してはいけないという大原則を忘れたか。その上、身分詐称、収賄、全て厳罰者だ。分かっちゃおうだろうな。覚悟しておき。そんな。シロ、よくやった。君は世界一のパイロットになったのだぞ。伯爵君、どうしてくれ。俺なんかまだまださ。これからも頑張って本当の世界一のパイロットを目指すよ。シロさん、おめでとう。ダメ、シロお兄ちゃん私のなんだから。いや、何すんのよ。お兄ちゃん取っちゃダメ。おいおい、やめろよ二人とも。世界一のパイロットもいろいろと大変だの。キレイ。ロックスタースネーク様の大デビューだ。レインボーウィングスなんてやめてよかったぜ。あ、なんじゃこりゃ。こうしてスネークはレインボーウィングスに戻ったんじゃ。ロックスターへの道はまだまだ遠いの。うるせえ